少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。ワンツー、キーパー前に出た。フォーレル、10分経過。ハタン・ヤイン、プレッシャーアウト。フィーゴ、トゥルキウナス、放り込んできた。これはゴールキック、吹かしてしまった。スフォルゴ、クルキウマス、キーパーファンブル。ハタン・ヤイン、ジョルジ・コスタ、フィーゴ、おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、攻撃ではもっと前線にためを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。フリーにさせてはいけない。ハーム、スローインです。走り込んできた。おっと、足がかかった。プレッシャーアウト。
フィーゴ、ジョルジコスタ、ティシェイラ・プティ、シュート、これはゴールキック、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。合わせた。スファルガ、これはゴールキック。これは惜しい。ここで選手交代です。パウレタ。出た。ハタンギャイン、セルジオ・コンセイソン、危険なタックル、フエンサン、イエローカード、センターバックがチームメイトに喝を入れます。ルイコスタ、オフサイドトラップにかかった。ムアトヤイ、パウレタ、いけいけドリブル、ドリブルで上がる、ヘッドでつないで、セルジオ・コンセイソン、大きくクリアしました。これは危険だ。カーポスト。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。